はい、どうも、タクタクです。本日もホラーゲームをやっていきます。今回のタイトルは出てないな。<laughs> 僕の病室というタイトルなんですが、何も出てないですね。なんか男の子が、なんだろう、壁際でちょこんとうずくまってるような絵なのかなこれは。それしかありません。で、初見プレイです。いきましょう。はじめ。どういうゲームかは、ちょっと今、おー。ふふふ。 シンプル動ける。早いそして早い。持ち物。紙と鉛筆。相手に伝わるレベルの字は書ける。記録。うんうん。16箇所記録できますね。あ、かわいい男の子。はい。男の子の趣味はないですよ、別に。はい。カレンダーかな、これは。患者名、僕。病名、はてなはてな。入院日数、0日。今日が初日ってことおぉ。 なかなかかわいらしいイラストだな何も入っていないようだこれなんかねシンプルでいいねこういうの好きですねハンマーとミニサンドバッグがある <laughs> ハンマーとミニサンドバッグなんだろうストレス発散ミニサンドバッグはそうだけどハンマーなんでハンマーちょっと大きめの薄着のぬいぐるみはい、まあ、こっちの隣の病室かな他人のタンスであるせめて許可を取ろうあわかりました 寝てる誰か。誰も寝ていない。見えないもんね、姿はね。これは。患者名、病名、共にわからない。え、症状、首が伸び続ける。入院日数3651日。え、10年ってこと約。約10年。一日、あ違う、1年365日だよね。約10年。約10年だよね。9年、 何百何日だとは思うけどいやちょっとこれは首が伸び続ける伸び続けた結果どうなったんだろうじゃあちょっと満を持して外に出たいと思いますおこれは誰首伸びてる人じゃないねでもねあこの人この人じゃない首長いもんいやはじめまして君が新しい患者さん10年ということは もうでも10歳ぐらいなんか、風貌が。もう生まれてすぐ入院しっぱなしみたいなことかな。ああ、なんかやっぱ首長いよね。まあどうでもいいか。同じ病室だからよろしくね。よろしく。あ、そうか。名前ね。まあ病室の張り,張り紙にも書いてるし、それ見てきなよ。え、もう一回え、だって名前わかんなかったんだよ。し 名シックええー、なんかさっきは読めなかったのに今度は読めるようになってるなんじゃそりゃそうそう僕の名前はシックよろしくねシックってなんだっけなんかそう症状とか違ったっけなんかそういう感じの単語だったようなここで暮らすならみんな仲,間仲良くしなきゃね だから困ってる人がいたら助け合おうね。あ、そうか。早速君が困ってるじゃないか。これが他の病室の鍵だよ。なんで、ちょっと待って、なんで他の病室の鍵を持ってるのそして、他の病室に入りたいなんていう要望は一切してないんだけど。まあ、いいや。0 2号室。102でいいのかな0 2号室はないよね。の鍵を手に入れた。僕も困ったらその時はよろしくね。はあ、わかりました。 じゃあ早速入っていきましょうかお誰かいるえちょっと待っていろいろ調べましょうまずはうんなんか顔がついてる布団これはナギン舌が収まらなくなる <laughs> 281 <laughs> にえー、うん舌が収まらなくなる長くなってるってことかななんか落ちてんの 大きめの袋だ何も入ってないと中にはよくわからないのが詰まってるおなんかこれだけ違うな何も入っていないよしこの人は誰キープ充血が治らない入院日数92日浅い一番浅い今ま,までよしちょっと話しましょう行くぞ <laughs> キープ何か用真っ赤大丈夫か目 何いいっすか、タンス開けて。タンスは見れんと。なんかキープかわいそう。2号室行ってきた。外はまだ雨が降ってるのかな。まあ、この病室からじゃ外は見えないんだけどね。あ、だけどだけだった。あ、開かないんだ。影かかってるようだ。影かかっているようだ。05。04はないんですね。やっぱり死を連想させるから、 4は除外されてるんですかね結構日本ではね多いんですよね4階がなかったりとかなんかあったとしてもなんか倉庫とかにしたりとかねそういうことが多いみたいですよ、はい、じゃあちょっとこの方は誰だはいぎ、あこの子だ舌が収まらない子女の子だったんだ私の名前とか色々見ちゃった恥ずかしい可愛い,いよ舌は収まってないけど <laughs> 可愛らしいキャラクターですね もう、むくしめんどくさい。ああ。舌とへっぱなしで喋れんの。まあ、いいか。改めまして。私は何人だよそ、そうだ。めんどくさいあんたに、めんどくさい頼み事しよっかな。助け合い、助け合い、と。あんね、あたしこんな人だから、舌乾いちゃって、水取ってきてくれない <laughs> 今もうね、舌を出しながら喋ってみました。こんな感じでしょう、う多分。じゃあ、よろしくね。 <laughs> 水水なんかあったっけどっかにこの子の部屋とかうんこの中とかなさそうだ違う部屋か自分のところになかったよね水っぽいのねないな何も入っていないこっちとか ちょっと聞いてみようか、シックに。雨が降ってる。雨水をやれってことこれなんだ、この部屋は。これなんか、あれかな、食堂みたいな感じかな。何の部屋かは分かりにくいけど、なんか部屋です。椅子みたいなのが置いてある。椅子とテーブルみたいなのが置いてある。うーん、外、ここからか開かない。6、7。全部鍵かかってんのかな え、9まであるけど。ここは水水っぽいもんなんかないけど。おっと、他にも行ける場所があるのかじゃ水っぽいものちょっともう一回話しかけてみましょう。例えば、私の記録書どこに行ったんだろう昨日寝転びながら読んでたのに、悪用されなければ問題ないけどさ。なギンは独り言をつぶやいているようだ。 記録書ということはこの辺に落ちてるってことかあペットの下に何かあるナギンの記録書とマスクがあるナギンの私物のようですが本当に持っていきますかはいオッケーオッケーオッケーちょっと持ち物を見ましょうナギンの記録書マスク外からではなく内から予防も可能 ま、あ話しかけてみましょうか、<も>なぎンに。おい、なぎンはい。ちょ、ちょっとその記録書、どこで手に入れたのよ私を黙らせようっていうのどういうことどういうことなぎにマスクをはめますかはいしかない、選択肢が。はい。あ、何して、えんあれなぎン あれえどうしたのなんかようえナギンがいなくなったどういうこと黙らせたああいた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 ,いたナギンは動かないええナギンのそばに何か落ちない何かの写真を手に入れたよや下川さんはかええええ,え罪状 他人の不幸の密をす。え、どういう、どういうこと写真、何かの写真見てみますか盗撮に見えなくもない。え、見たいんだけど。ど、どういうことだ死んじゃ、殺したってこと僕が僕、ナギンを、マスクをつけて黙らせたと。ん何らかのフラグ立ったあ なんか落ちるよ065の鍵を手に入れたナギンが持ってたのかなまあじゃあきますかおおっあれでんなまあこっちから見ますクリア病名ハテナ透明になる3655日こっちも10年ぐらいいる クリアこの辺にいるんじゃんもしかしたら。もしかしたらだけど。えちょっと大きめ。段ボール。なんもないか。行きますかじゃあこれ。え、ち一応こっち見るキープ。充血が治らない。入院日数60日。えキープの記録書が上から貼られていたらしい。キープの記録書を手に入れた。 で、本当な、あ、こっちだ、アウトロー。牙が生え、爪が異様に伸びる。1063日。お、お、お、はい。おい、てめえ、目障りなんだよ。俺様の部屋から出ていけすげえ。モンスターやん、アウトロー。出てきます、出てきます。お、危ない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 。持っていた何かの写真が破れたようだ。おい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 。 俺様がそんな髪切れ一枚で許すとでも思ってんのかんなんだアートローはなぜか動けないようだ。えぇ、ー、しばらく部屋に入るのはやめよう。なに謎な状況なんだけど。でなんだっけキープの記録帳。これでキープのとこに行けばいいのかなキープキープ。キープ。 そ、その写真どこに手に入れたのい、いや、どうでもいいよ。僕の写真なんだ。返してよ。返そう、お母ちゃん。はい、<noise> 何だよ。これ。破れてたのぼ、僕、僕だけの。あ、ああうふふ。うふ,ううふう。う、う。どうしたどうしたまさか。まさかとは思うが <laughs>。そういうことなのかやっぱり。これはやっぱりそういうことだよね。はい、こっち行くと。ほら。 また黙らっちゃった気分動かない。充血が治らない92日。これ一緒だよね。罪状は穴が開くほど見つめてしまった。ん写真をなんか二人、二人ほど <laughs>、まあ、罪人みたいな人がいますけど。あ、きこれであれかなキープが倒れ、あの、いなくなったとかなあ、違う。え 開けていいとか今度ダメなんだわ結構ねこれね面白くなってきたもんもすでになんかねだんだんこう後ろにはい何があるんだこれはみたいな引き込まれているわもうすでにこれであダメなんだ入れないんだじゃあこっちかなあ違うえもう一回これでシックに話すのかな 今度はシックがあれになっちゃうとか。どうしたの起きたあ、もしかして困ってるのじゃあ、助けなきゃね。その様子だと06号室の人かなクリア、アウトロー傷があるってことはアウトローかな彼、寝起きは特にわがままだから、どっかにサンドバッグとかなかったかなあ、確かに。あった。これだ。ミニサンドバッグとハンマーがある。え,えミニサンドバッグ。ハンマー。 ハンマー持ってったらこれ、もしかしたら僕が、撲殺、吊しちゃうかもしれないね、これね。僕が撲殺。はい。切り刻まれに来たのかえ、え、痛い、サンドバッグ持っててよかったな、ワイ。あーくそ。クリアでも探して、殴りに行くから。ミニサンドバッグは使い物にならな、使い物にならなくなった。 うん。クぎアこの辺にいたりするんじゃないもしかしたら。アウトロー。病名。乱暴牢跡。自他ともに自分が乱暴者だと認めた際、えー、認めた際に発症。症状。牙が生え、爪が異様に伸びる。乳入院日数、1063日。約3年ぐらいかうーん。 クリア、この辺にいるような気がする、なんか。だって、見えないんでしょ透明になっちゃうんでしょいないか。こういうとことか。こことか。うん。これでシックに話しかけるとかどうしたのまだ困りごと俺を言いに来てくれたのまあ、とりあえずお礼を言いたいね、僕はね。ありがとう、シック。ま、あいいや。そういえば、0号室の鍵が、 あったから渡しておくねあ,ありがとうございます。あ、ま、ざます。じゃあ行きますか。0号,号室。はい。お二 !2 人いる。お女の子かな <laughs> 女の子だと思って飛びつこうとする俺のあれがちょっとあれだね。ちょっと大きめの猫のぬいぐるみだ。こっちは男性かな。まあまあどっちもいいや。<laughs> お金色のぽっちゃり系女子ですね。 <laughs> すごい困る、困るわー <laughs> どういうこと。どういうことどういうこと何困ってんの目が乱乱だけど <laughs>。謎、謎すぎる <laughs>。キラキラだね。コンシート、コンシートちゃん <laughs>。体が輝く。ユ院日数35日 <laughs>。えー。どういう状態なんだろう <laughs>。この人は <laughs> 何かご用ですか少女ロボになる <laughs> 違うかな完全にロボなんかロボなんだけど学生さんみたいなロボ学生みたいになってますね黙るつもり僕わからないです人は難しいあれ太郎機械化少女機械化4380日 これもしかしたら、もうかなり前に死んじゃったんだけど、もうね、機械の体を手に入れたみたいな。だけどメンテナンスが必要だからずっと病院にいるみたいな。違うかな。あ太郎ね。太郎ちゃん。この人はあの、ちょっとそこの、ネクラっぽい人、あんたもすげえ明るいけどな。嘘でしょ自分がネクラっぽいって気づいてないの ちょっとマジで怖いんですけど、笑えないんですけど、どうも笑、えなに <laughs> あ、どうも、楽しそうだから、頼んじゃおっと。私のぬいぐるみがどっか行っちゃったみたいなのよね。うさぎちゃんとくまくんなんだけど、探してきてくれないマジお願いこれは猫か。うさぎとくまうさぎとくまね。うん、どっかで見たような。あ、一体ここにいるわ。 はい、うさぎのぬいぐるみうさぎとクマのぬいぐるみを同時に持つのは難しそうだぬいぐるみを入れる袋でも探そうあなるほどじゃあ袋はこれだなはい中に何も入ってない大きめのぬいぐるみを運ぶのにちょうどよさそうな袋だ OK なかなか簡単なミッションが多いなはい、うさぎを手に入れてからの6号室だクマさんクマさんはい来た来た来た はい、のぬいぐるみをゲットいいねあっ太郎がいるまあいいやまずはコンシートからいくかで一応記録もしておいてはい入りますよしお待たせうさぎちゃんとクマくんじゃんマジ仕事だけはできるみたいな感じでももっと早く終わらせることはできたんじゃないかなって思っちゃうかな 思っちゃうなあれさ遅くないもっと早く動けない根倉くんよろしくオタクニートの運動不足みたいね <laughs> なんだこの人頼み事しといてひどい俺がオタクニートの運動不足ってよく分かったねぽいぽいね受ける今からそう名乗っちゃうよキャハハハハ どうしますか耐える。袋に詰める <laughs>。うーん。まあ、袋に詰めるっていう発想はまず危険だけど、まあ、黙らせたいっていうのはま、わからなくもない。でもま、ここは耐えるでしょうね。ああ、面白い。これだから気持ち悪くて汚いのは嫌なのよね。寒い色系の服なんか着ちゃってさ。世の中美しいものが生きるべきよ。そうよそうよ。じゃあね。 どっっか行った <laughs> どういうことだあ、あ、人形がちゃんと並んでますね。はい。じゃ記録して、はい、と,いところで、それでは一旦、今回はこの辺で切りたいと思います、うん。個性豊かな面々で、なかなか退屈させませんね。<laughs> ちょっと、音楽がないから、ちょっとね、なかなかシリアスなこと感じにもなりますけど、はいまあ、今後の展開が気になってまいりますね。それでは皆様、次の実況、また違う動画でお会いしましょう。 ではまた動画を最後までご視聴いただきありがとうございますタクタクのチャンネル登録がお済みでない方は是非チャンネル登録をお願いしますスマートフォンの方は動画の下のこちらのボタンをタッチパソコンでご視聴の方は動画下のこちらのボタンをタッチしてくださいタクタクは合計3チャンネルを運営いたしておりますフリーゲームを実況するタクタクチャンネル いろいろなゲームを実況するタクタクチャンネル2顔出しをしてるタクタクの日常チャンネル今ご紹介した3チャンネルの詳細は動画説明欄をご覧くださいまた Twitter もやっておりますので更新情報やタクタクのつぶやきに興味のある方は是非フォローをお願いしますそれではまた違う動画でお会いしましょうではまた